カモ総合庁舎カモ総合庁舎とは、岐阜県美濃カモ市にある公共施設。正式名は、岐阜県カモ総合庁舎。主に、カモ地区を管轄する岐阜県の現地機関、公共団体が入居している施設であるが、関市、美濃市の区域も管轄する岐阜県の現地機関も一部、ある。一方で、カモ地区も管轄しながら、中濃総合庁舎内にある現地機関もある。建物は、 地上5階建て。鴨警察署に隣接する。関市、美野市に関しては一部中農総合庁舎が業務を行う。また、愚城市に関しては一部群上総合庁舎が業務を行う。中農総合庁舎関市、美野市における岐阜県の現地機関、公共団体が入居している施設。一方で、関市、美野市も管轄しながら、 鴨総合庁舎内にある現地機関もある。美濃市、関市に散在していた麦県事務所、関保健所、美濃土木事務所などの県の行政機関を集約するために建設された。昭和48年10月竣工郡上総合庁舎郡上市における岐阜県の現地機関、公共団体が入居している施設。なお、ワンストップ窓口の実現を理由として、庁舎内には、 部長市の建設部も入居している。ありがとうございます。